スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、帰省前に急遽二郎系食べたくなったんでこちら来ました。ドン！ JR 神田駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン森太郎さんにお邪魔してます。森太郎さんは神田っていう結構いい立地にありながら最低価格650円っていうめちゃくちゃ安くないですか。二郎系ってやっぱ700円スタートみたいなイメージがあるんですけど、まあ、650円のメニューは食べないんですけど、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあラーメン森太郎さん、食券機は持ってません。今回はチャーシュー麺の並盛りに煮卵トッピングをチョイス。コールはもちろん野菜ニンニク油、並盛りでも麺の量が 430g って大丈夫かな。こちらがラーメン森太郎さんのチャーシュー麺並盛りに煮卵トッピング野菜ニンニク油です。だけどうですか、この妥協なしの盛り具合。一つだけ言うならば豚は少し小ぶりであっさりそうかなってことくらいです。それではいただきます。さあまずは油とともに野菜をパクリ。この油が甘うまくてそのままでもどんどん野菜が進みますが、途中で卓上のタレをかけてまたどんぶらこどんぶらこと野菜を食らっていきます。さあここである程度スープに浸った豚を食らってみましょう。キャモン。確かに見た目通り噛み応えしっかり系ですが、しっかり味がついていてかなりジューシー。ではまた野菜をバクバク食らって、もう一枚豚を食らって爆笑したところで麺。引っ張り上げようとしてもかなりの重量級でなかなか出てきませんよ。それでもなんとか持ち上げて、よしスズルバルーン。デュルンとした食感の極太平打ち麺は絶妙な硬さを残したバチウマタイプ。スープのパンチも相まってかなりのすすり応えですよ。それにしてもこの麺量、麺すら盛られてませんってなわけで、どんどんすすらないと家に紛れておじいちゃんになっちゃうよってことで、すすりまくって、とにかくすすりまくっても全然減らないので語彙力に限界を感じてきたところで、また豚小ぶりなおかげで後半でもそこまで重くないのが嬉しいですね。さあここで卓上にあった粗切りめなニンニクを投入してパンチを爆発させる岡本太郎スタイルを楽しんだり、豚に胡椒をかけて一緒にすする情熱的な博士太郎スタイルをたしなんだり、最後は刻み玉ねぎを投入してさっぱりさせるマリンガン打線の4番スタイルを強行して、最後まで飽きさせない多彩な卓上のアクセントたちが楽しいなと思っていると、トロントロンの味玉がラストを飾って本日も完食です。大変美味しくすれました。ただのボリューム推しではなく、しっかりと味覚を刺激する芯のあるスープと存在感の強い麺に大満足でした。それではごちそうさまはいごちそうさまでした。いやー森太郎さんに行ってきたんですけれども、いやうまかったですね。もうやっぱコスパがすごいですね。僕がすすったのは並だったんですけど、さらにそれより下の小650円なのに 300g 近く麺ありましたから、しかもなんか店員さんがさらにこう野菜増やせますからみたいなめっちゃ聞いてくるんで、お腹いっぱい食べたいなって人にはもう抜群なんじゃないですかね。麺も自家製らしくてニュルッとしたこういい具合な茹で加減の極太麺です。神田界隈で、まあ、あれだけすごいそのコスパがいい、まあ、二郎系はもちろんラーメンも多分あんますすれないと思うんですよね。本当にそういう意味では貴重なお店だなと思いました。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、ラーメン森太郎さん、豚から生まれた森太郎や。はい、今年でラーメン二郎全店舗制覇したいと思ってます。あと新潟、仙台、赤羽、上野毛、小岩。